チにして、この豊田の膜の方に切り込みが入らないように、こうちゃんとガラス面が映り込むので、ちゃんと触れるように差し込んでいきます。どうでしょうか、右側の方がかなり。こんばんは、すくまです。今回は加藤の 201KT 編成を簡単な加工でイメージアップしてみようと思います。加藤の 201K はロングセラー商品でして、いろいろなバリエーションの製品が発売されております。でこの 201K は近年発売された T 編成、中央線の重量貫通編成を再現したセットになっております。今回はどなたでも簡単にやっていただける加工ということで、まずこちらのパーツを使ってヘッドライトを電球から LED に交換します。で次にこちらのステッカーを使って前面の行き先表示をリアルに貼る工夫というのを紹介してみようと思います。では早速パーツの交換から始めていきます。でこちらの製品が今回使う LED の基板になります。で右側が製品の電球のものになります。でこのライトユニットのパーツなんですけれども、2個入りで1100円ぐらいでした。でヤフーオークションの方で個人出品されている方の商品を購入しております。で車体の分解を行います。でこう後ろ側をパカッと広げてあげると抜けますので、そしたらこのテールライトが壊れないようにまっすぐ引き抜いてあげるとこう簡単に取れます。で続いてライトユニットを外していきます。この横に左右2箇所の爪がありますので、まあ、ここをピンセットとかでクリッとやってあげると取れます。でまあ反対側もやってあげて、これで取れました。であとはこの銀色の外枠からこの基板のパーツを抜いてあげて、これ取り外し完了です。ではこちらの LED のものに交換していきます。で差し込む前にこちらの出っ張っている端子の部分を少しだけこう曲げております。そうするとスムーズに組み込むことができます。でこのように両側の端子を曲げ終わりましたら、こちらの床下に戻していきます。この金色に光っている通電板の部分にこの端子の先がちゃんと触れるように差し込んでいきます。で差し込み終わりましたら、この銀色の、ユニットを戻していきます。まあ、この穴から LED を通してあげて、でパチッと爪を止めてあげて、でこれで完了になります。であとは元通り車体を組み立てて、これでライトユニットの交換が全て終わりました。これから試しに点灯してみようと思います。で左側が製品のまま、で右側が LED に変えたものです。では早速やっていきます。どうでしょうか、右側の方がかなり明るめに光っているのがわかるかなと思うんですけれども、今パワーパックは少ししか回しておりません。で両者の線路に同じパワーパックから給電しております。で左側の製品の方に関してはヘッドライトは点灯しているんですけれども、下の種別膜の方はあまり点灯してるんですけども光量が少ないという状況です。に対して、まあ、こちらの右側の製品はちゃんと種別膜まで光が回っております。では動力車をつないで試運転を行っていこうと思います。でまずは製品のままのものを動かしておりますけれども、こういう感じで一応ヘッドテールともに止まった状態からつくようにはなってます。では続いて LED の方も走らせていきます。もう本当にちょっとつまみを回すだけで一定の明るさで光り始めます。でこのように低速でもしっかりと光っております。やっぱり微灯もすごく鮮明に光っているのがわかるかなと思うんですけれども、現代の製品というのは結構電球ではなくて LED でヘッドライト、ヘッドライトを再現している製品が多いですので、まあ、そういった車両と並べた時に遜色ないような出来栄えを目指すという意味でも、まあ、簡単な加工でできますので、こちらの LED での交換を皆様にもお勧めしたいなと思います。続きまして前面の行き先表示を貼っていこうと思います。で使用するのはこちらの大鳥車両製造さんというメーカーから出ている国電用方向膜中央線 JR 編というパーツです。で中身がこちらでして、まあ、製品のこのステッカーに含まれていないようなレアな膜も含まれております。まあ、せっかくですので今回は製品に付属していない各駅停車の豊田駅にしてみようかなと思います。シールを貼る前にあらかじめ車体からヘッドライトのユニットを外しておきます。
で今回はこの窓ガラスの上からシールを貼るのではなくて、窓ガラスを一回外してしまってこう奥まった位置にこのシールを貼っていきます。そうすることによってこのガラス越しの膜というのが表現できます。でこう裏側を見ていきますと、ここに3箇所爪があります。で奥に1箇所と手前に2箇所ありますので、この各爪を押してあげることによって窓ガラスを外していきます。なんかピンセットとかでやると傷ついちゃう場合があるので、こういう綿棒とかで押していくようにします。最後一番奥を押してあげて、お、これで外れました。続きまして行き先表示幕を切り取っていきます。でこう直線カットをするわけなんですけど、裏返しにしてこの豊田の膜の方に切り込みが入らないようにこちら側に定規を当てて切っていきます。このステッカーは6両分しか側面の方向膜も入っておりませんので、10両編成を再現するという方は2セット買うことになります。まあ、最後このカーブしている部分ですね、屋根のアールに合わせてあるところは慎重にナイフで切っていきます。ということで切り取りが完了しましたので、これを前面に貼っていきます。でステッカーを貼る際はこのライトの角のところにこのステッカーの角を合わせるようにして貼っていきます。これで行き先が貼れました。同じ要領で左側の運行膜も貼り付けました。で下に出ている緑色の編成札なんですけど、これはプラ板に製品のステッカーを貼ってゴム系接着剤で裏から留めております。この上から窓ガラスをかぶせていきます。でパチッとはまりましたので、これで完成です。やっぱりこのガラス越しに見える膜っていうのはいいですよね。こう光が当たった時にこうちゃんとガラス面が映り込むので、そこから透けて見える膜っていうのは非常にリアルに見えるんじゃないかなと思います。今回のやり方というのはこちらの製品のステッカーを使う場合にも有効な方法ですので、ぜひ皆様お手持ちの製品でやっていただければいいんじゃないかなと思います。であとはヘッドライトユニットを戻してあげて、で床下機器を、まあ、先ほどと同じように戻してあげて、これで全ての加工が終了しました。で貼り付け前と貼り付け後の比較がこのような感じです。で先ほどこちらのオレンジの膜も貼り付けてみましたけれども、やっぱりねこう膜が入るとすごくこう印象が高まるというか、一気に実写感が出てきたなという感じです。ということで今回は 201系T 編成の加工を行ってきましたが、いかがでしたでしょうか。で右側のライトユニットに関してはヤフーオークションで購入しました。で多分ヤフオクの方で LED201系とか調べれば出てくると思います。でこちらの大鳥車両製造さんのステッカーに関しては後で概要欄の方にホームページのリンクを貼っておきますので、よろしければそちらからご覧いただければと思います。特にこういう LED の交換ですとかは自分で配線しようとすると結構難しいと思いますので、こういう便利なパーツを使用することでハードルがすごく下がるんじゃないかなと思います。本当に簡単な加工でこうやって印象が向上するってことがお分かりいただけたんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆様もお試しいただければと思います。秋葉原の模型屋さんとかよく僕行くんですけれども、まあ、こういう風にステッカー類がいろんなメーカーから売られております。大鳥車両製造さんの場合もこういろんな車両に対応したステッカーが出てまして、非常にこう痒いところに手が届くという、そういう豊富なラインナップが魅力です。でこちらのライトユニットですね、個人出品されている方のものを今回使ってみたんですけど、非常に使いやすいなと思いました。これはですね、先ほどと違って白色の LED ライトユニットになってまして、201系ですとか、あとは E257 系に対応したものになってます。で今回は電球色の製品を使ったんですけれども、201系の場合はこの種別表示幕のところは蛍光灯というか白い感じなんですね。で上のヘッドライトのところが電球色なので、まあ、その色分けを再現したいという方はこの白いものを買ってですね、で上のヘッドライトのところだけオレンジっぽく、塗料で塗るなりして色分けするとさらにリアルな仕上がりになるんじゃないかなと思います。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今後も N ゲージに関する情報を随時アップしていきますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。
ということで、すくまでした。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。失礼いたします。